スタイリングカウンセラーの沢木優子です。昨日はユニクロ C の購入品を紹介しました。今日はユニクロ C の購入品を着たものを紹介したいと思います。よかったら最後まで見てください。着替えてきました。めっちゃ爽やかじゃないですか。はい、このクロップドティー S サイズ1500円、白ホワイト。これね、ちょうど丈感がお腹のところバランスいいですよね。でデニムです。デニムを履いてこんな感じ。やっぱりクロップド丈なので足長効果がありますよね。爽やかな白の T シャツにデニム、2着を買いました。はい、この T シャツがこちら、これですね。ボケちゃった。オーバーサイズクロップドティー半袖、00のホワイト、綿 100% S サイズの1500円。どうでしょうか。このちょうどデニムを履いて腕を持ち上げるとお腹のあたり、腕を下げてもデニムギリギリの位置ですよね。でデニムがワイドストレートジーンズ、ウエスト23センチ、 58.5 っていうサイズで4990円。こちらの69番ネイビー、昨日もお話しした通り、これめちゃめちゃ履きやすい、柔らかいんですよね。ポケットついていて、ポケットもこの辺りまで来るし、後ろのポケットもついてます。で、すっごく柔らかいんです、このデニムが。だから夏涼しいなと思って、このデニムだと。でコントラスト真っ白が効いてますよね。でデニムはもっと薄い色もあって迷ったっていうお話をしたと思うんですが、やっぱりね、大人デニムはこのくらい濃い方が大人っぽい印象があるなと思って、まあ十分ね、62歳なんで大人なんですが、はい、こちらに、じゃあちょっと白いスニーカーも履いてみます。さあ、これに白いスニーカー履いてきました。白いスニーカー見えにくい、後でスニーカーのアップにもしますね。このスニーカーが01のオフホワイト、24センチ、もうスニーカーとしか書いてないんですけど、これね、すごくこだわって作ったスニーカーっていう風にネットには書いてありました。白い T シャツにデニムに白いスニーカー、踊りたくなるような。そういえば昨日からダンス部80年代ダンスっていうのをダンスやってるんですよね。私たちもう60代がダンスを踊ってるんですけど、まあ、そんな感じですね。白い T シャツに白いスニーカー、これまだ外には履いていないので部屋の中で自由に履いてます、ダンス踊りながら。そんな軽快な感じにコーディネート軽快な感じになれるコーディネート、やっぱり白い T シャツにブルーデニムに白いスニーカーって定番ですけど、これがね、ずっと着られるような自分でいたいなって思います。じゃあここにバッグも合わせますよ、ね、これすっごい柔らかい素材。これさっきインスタでライブした時に、あ、このバッグ欲しいと思ってましたっていうようなコメントをいっぱいいただきました、ね、これ柔らかいっていうのがいいですよね。でジッパーでこんな風に持つんですよ、今季は。はい、軽やかなコーディネートではないですかね。こんな風に持って、まあ中に入ってたらこんな風には持てないんですけど。で昨日ね、もう全然余談なんですが、スティーンアライブを踊りました。知ってますか、ジョン・トラボルタ。スティーンアライ、スティーンアライ、あ、は、は、は、スティーンアライ。もう自由すぎてすいませんそれをね、ダンス部で踊ったりしましたよ、こんな風にね。はい、そんな感じのコーディネートです。白い T シャツにデニムに白いスニーカー。デニムの丈感を見てください。何にも調整しなくてもちょうどいい丈感じゃないですか。
ですごいワイドだけど大きい、そんな大きい感じじゃないし、ハイウエストで履きやすいですね。こんな感じ。で、柔らかいんですよ。すごい柔らかい。動きやすいです。ウエスト位置高め。後ろこんな感じです。もう一本のパンツ。コットンワイドパンツ。ウエスト58センチ、ヒップ85。色がネイビー。ねえ、ごめんなさい。色がダークグレー。ダークグレー4990円。このパンツのシルエットもめっちゃ気に入ってるんですよ。どうですか？なんかね、すごい楽ちん。ちょっとウエストが大きいかな。まあでもこのくらいだったら許せる範囲。で、ポケットも深めのポケットがついていて、シルエットは丸いですよね。丸い感じ？で、この丈感もいいんですよ。ちょうど、くるぶし丈、ジャストフィット。横から見るとこんな感じで、このゴミがついてる、この膝のところにタックが入ってるから動きやすい、動きやすい。足上げも OK、 こっちの足上げも OK、 これも踊りたくなるパンツ、なるパンツ。履きやすい。はい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 。で、やっぱりクロップド丈なので、なんかこのパンツの割には足も短く見えないかなっていう。どうでしょうか。で、いろんな角度から撮っています。こんな感じのパンツ、バランス感いいですね。この柔らかいバッグがね、また結構いい感じじゃないですか。まあ、とにかくパンツ履きやすい、パンツ履きやすい、パンツ履きやすい。はい、色もこのダークグレーっていう色、大人っぽいですよね。いいかなと思います。スニーカーも見えますか？こんな感じ。パンツも見えますか？こんな感じ。スニーカー履きやすいですよね。可愛いですよね。で、パンツだけちょうど良くないですか？で、こんな動きやすいパンツです。キュッ。はい、 T シャツこんな感じ、可愛いですよね。このなんか丸みを帯びたパンツ、大人カジュアルっていう感じ。見えますか？いいかなと思います。購入品着がいかがだったでしょうか。参考になれば嬉しいです。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しているスタイリングカウンセラーの沢木がお伝えしました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。これを今度は手持ちのアイテムとコーディネートね、ユニクロさんの前に買った商品とコーディネートなんかしてまたお届けしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。